こんにちは、フィーフィーです。えとうとう韓国の経済界の重鎮が、文大統領のわけのわからない経済政策と、そして反日体質を猛烈に批判し始めました。え韓国は散々過激な反日活動を国民に煽っておいて、まあ、今更日本にすり寄られても迷惑なだけなんです。 韓国のムン大統領が日本にすり寄るも日本側にあしらわれていたことがわかりましたこれは NHK が報じたものでどうやらムン大統領が岸田総理との日韓首脳会談を求めて韓国メディアのインタビューで日本との対話の窓は常に開いているなんて発言をしたらしいんですね ただこれについて松野官房長官が文大統領と岸田総理との首脳会談については何ら予定はないと記者会見できっぱりと否定したんです。まあ、つまり韓国が日本との対話を熱望するもまたしても日本側にあっさりあしらわれてしまったということなんですね。まあ当然ですよね。もう本当にこれまでも韓国は日本との対話の場を作ろうと必死でした。 もうしつこかったんです G7 サミットでも日本の総理を見かけると近寄って話しかけたり東京オリンピックに来るの来ないので報道もされていましたけどあれコロナが大変な時期でも日本に来ようとしていたのはどうしてもムン大統領が日本との対話の機会を作りたかったからなんですね。まあ、それだけ今韓国は経済が大変なことになっているということ。 もう何としてでも日本から経済的支援を取り付けたいんです。えしかも、もうすぐムン大統領は任期満了で大統領の座を退きます。ただ、何の功績も残せなかったどころか、ムン大統領は韓国の経済をどん底に突き落としたわけです。あと、あれだけ素晴らしいと自我持参していた韓国のコロナ対策である、軽防疫もボロボロ。 ま、適当にやっていたことも、韓国国民にばれてしまっています。え、ムン大統領が押し進めていた南北融和も北朝鮮に嫌われて、北朝鮮との連絡上爆破されたこともありましたよね。え、そして、南北融和のシンボルとして実現させたかった、朝鮮戦争の終戦宣言も、もう当然ですが、アメリカからの同意は得られず、果たせませんでした。 もうこうなるとムン大統領は何一つ任期中に功績を残せなかったことになるわけですね。というかムン大統領は国民にとっても韓国経済にとっても負の遺産しか残してはいないんですね。このままだと韓国では恒例になっている大統領退任後の週刊コースになってしまうわけです。 まあ、未だかつてここまで韓国経済をぶっ壊した大統領もいませんから、もう今の時点でムン大統領の刑務所行きは決まっているとも言われています。だから、あれだけ散々日本に対して嫌がらせや反日の言動を繰り返したり、また反日不買運動を煽ったりしてきたくせに、え退任ギリギリの今頃になってこうして恥ずかしげもなく日本にすり寄ってきたわけです。 しかしそんな虫のいい話は通用しません。日本政府はこのムン大統領のすりおりを拒否しました。そして松野官房長官はこう言ったんですね。日韓関係を健全な関係に戻せるように日本の一貫した立場をもとにして韓国側に適切な対応を強く求める方針には変わりはないと。 また、松野官房長官は、徴用工や慰安婦などの歴史問題に触れて、韓国が日韓の外交上の約束を守らないことについても、国家間の約束を守るのは基本だと発言したんですね。まあ、つまり、日韓請求権協定という国同士の約束も守れないような国と、日本が現時点で対話をすることはできないと、こう言ったんです。 もう残念ですが、どれだけムン大統領が最後のあがきに出ようが、週刊コースを免れることはできないでしょう。ムン大統領は退任後1年を待たずに監獄送りになるだろう。 なんててことも韓国ででは言われいいるぐらいです実は今度の韓国の大統領選の野党国民の力の最有力候補が大統領に就任すれば直ちにムン政権に対する捜査を行うとも宣言しているんですこの野党の候補者は前の検事総長なんですがこの方も随分とムン政権に圧力をかけられましたでこの方はこう言ったんですね 政権で違法行為を犯した人たちは相当の処罰を受けなければならないとこれに対してムン大統領が必死に怒っていると報じられましたそしてこの候補者に対してムン大統領が謝罪を要求しているというんです韓国では政権交代すると退任した大統領やその家族が相次いで摘発されるというのがもうこれ慣例になっているんですね だからもうムン大統領も命がけなんです。必死なんですがムン大統領は実は身内の与党の大統領候補者からも嫌われているんです。というか今は国民もムン大統領が大嫌いですからここでいくら身内であっても仲間である与党の候補者であってもムン大統領を叩く方が支持率が上がるんですね。 えつまり今ムン大統領には味方がいないなな状況なんです。えまさに面化状態なんです、ね、えまあでもこれも全て身から出たサビもう何の成果も出せないのにパフォーマンスだけで人気を取ろうとして反日に精を出したりまた気に入らない組織に圧力をかけたり吊るし上げたり、まあ、そうした行為が今自分に跳ね返って追い込まれているだけなんです。 もう自業自業得ですよねえ2年前に亡くなったサムスン電子のイ・ゴンヒ会長はかつてこのような名言を残しました「え我が国の政治は4流官僚と行政組織は3流企業は2流だえ」まさにその通りなんですね。 韓国は自分たちは先進国になったと思っているだろうし民主化していると思っているんでしょうが政権が気に入らないものは弾圧したり司法の判断もねじ曲げたり、まあ、とてもじゃないですが先進国とは言えませんサムスンも随分とムン政権のもとで圧力をかけられていじめられてきましたよねこれを、 財閥の力を弱体化させるための国民へのアピールだという人もいますが違いますよねなら他の財閥にもサムスンと同じように圧力をかけるはずですから、まあ、違うんですムン政権がサムスンに圧力をかけてきたのはサムスンの創業者一族が親日だからなんです え韓国のパククネ前大統領の汚職に関連して、賄賂や横領なんかのよくわからない罪で、サムスングループの事実上のトップである副会長に、逮捕状を出したかと思えば帰却したりえ、捕まえて刑務所送りにしたかと思えば仮釈放したり、もうめちゃくちゃなんですよね。もう司法なんてあったもんじゃありません。 副会長は塀の中から会社を指揮して何とか業務をしていたらしいので感心しましたが、これなぜその後文政権がサムスンの副会長を仮釈放したかも、これ韓国経済がヤバすぎる状況になったからなんですね。仮釈放する前にドル不足に陥った韓国政府はサムスン電子に巨額のドルを出させたと言います。まあ要するに取引ですよね。 そして仮釈放後のサムスンは日本の経済界の方々に会ってコロナ禍でもなんとか韓国の経済の交流は再開してくれないかと直談判しに行っているんですよねもう一体誰が政治家なんだと思ってしまいますよねもうサムスンは韓国経済を支えているだけではなくて外交にも動き回って韓国の政治の役割まで果たしているわけです えつい最近2月1日にもサムスン電子の前の CEO で副会長だった方え現在は顧問を務めているユ・ジョンヨン氏もムン政権の経済政策を痛烈に批判していましたえこの方アメリカのフォーチューンという雑誌のアジア版でアジアで影響力のある企業家の1位として紹介もされたことのある人なんですね このユ・ジョンヨン氏はこれまでの文政権を振り返ってこのように言っています。文政権の代表的な政策である賃金の引き上げは韓国の経済発展につながるどころか企業側を苦しめた。もうこうした政治に終止符を打ってほしい。韓国の政治指導者たちはちゃんと企業の意見を聞いてほしいと。 えつまり韓国の政治家は自分たちの欲ばかりを考えて本当に国民と経済のためになる政策をしようとしないとこう指摘をしているわけですね。で最後にこのサムスンで現在顧問をしているユ・ジョンヨン氏は日本についてもこう語っているんです。 この方若い頃に日本の大手家電メーカーで何度か研修にも来ていたりまたサムスンの日本支社で社長もしていたので日本とのつながりも深いんですねそのユン氏が日本についてこのように語っています「私は日本を幅広く勉強し日本人の経営に対する多くの考えを勉強した。 韓国と日本との関係で韓国が過去にしがみついていれば日韓関係は終わるとこのように語っているんですね。まあ、サムスンの亡くなられた創業者も会長も同じように日本に学んだということを言っていたんですね。だからこそ、 韓国政府は気に入らないのかこんなに経済をサムスンに支えてもらっておきながら事あるごとに国民へのパフォーマンスとしてこの親日の姿勢であるサムスン叩きをするわけですね。でやはりこの日本に学んだとユン氏の発言が気に入らないのか韓国のネットユーザーからは刑務所に入れられたような会社の人間がよく言いますよねといった意見も多くあったんですね。 まあこれがやはり反日がすり込まれた人々の感覚なんでしょう。文政権のことは間違っているとは思うけど、日本に学べなんてことを素直に受け止めることは決してしないわけです。まあ自分たちの考え方が間違っていると気づかない限りは、韓国が変わることはありません。このままでは日韓関係は改善もしないし、韓国経済はさらに悪くなるでしょう。 さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、ーフィーチャンネルの登録もお願いします。